シニアメジャー第3戦、全米シニアオープン最終日、30日、ニューポート CC、ロードアイランド州、6954YD、パー70、通算13アンダーの首位で並んだ藤田博之とリチャードブランド、イングランド、とのプレイオフに突入。18番の繰り返しによる2ホール目でブランドに敗れ、2013年、全米シニアプロ、 おせした井戸期後期に続く日本勢の米シニアツアー、PGA ツアーチャンピオンズ、メジャー優勝はならなかった。藤田はサンダリードの単独首位で前日順延となっていた最終ラウンドを再開。残り8ホールで3ボギーとスコアを落とし、同ラウンドを3バーディ、4ボギーの71としてプレーオフにもつれ込まれた。 10番と18番の合計スコアで競うプレイオフは共にパーを重ね、18番のみを使うサドンデス方式へ。グリーンを外した2ホール目でパーセーブできず、目前にあったメジャータイトルを逃した。連日の日曜日に開始した最終ラウンドは、ライウン接近の影響で午後3時過ぎに順延が決定した。月曜決着となったこの日。 藤田はサンダリードの通算16アンダー単独首位から再開した8ホールで逃げ切りに失敗。再開ホールの11番から2連続ボギーを叩くと、14番もボギーとして前日までの貯金を失った。ブランドはシニア初出場の5月、全米シニアプロに続くメジャー2連勝。 イブゴルフを主戦場とする51歳が立て続けにビッグタイトルを獲得した。